時に西暦1889年、海の怪物による謎の遭難事件が相次ぐ中、科学文明の象徴であるパリの万国博覧会が行われていた。そこで発明好きの少年ジャンは、ライオンの子供キングとサーカスの少女ナディアと出会う。彼女は謎の宝石ブルーウォーターを持っていた。それを狙う悪者3人組にナディアがさらわれてしまうが、ジャンの活躍により無事助け出された。サーカスに帰れなくなったナディアとキングはジャンと共にルアーブルに向かう。ナディアのブルーウォーターには一体どんな秘密があるのだろうか。ねえナディア、ここまで来ればもう大丈夫。あいつらもう諦めたさ。元気を出しなよ。ルアーブルに着いたらきっとおばさんも力になってくれるからさ。早いとこあの子たちに追いつくんだよ。ぐずぐずしてると日が暮れちまうからね。任せてください。やれやれ、あんな子供に振り回されたんじゃかなわないよ。まったく。ナディア、空を飛べたらさ。え、本当に空を飛べたらどこへ行くつもりだったの？私の生まれた国へ帰りたいの。生まれた国ってどこなんだい？わかんない。わかんないって覚えてないの？え、覚えてないの。そうね、キングはアフリカだって言うのよ。なぜか私もそう思うの。でもアフリカは遠いし、それにとっても大きいのよ。キングもアフリカに帰りたいの？アフリカか、遠いな。キング、どうしたの？あれはなんだろう。ん？すっごい、全部鉄でできてる船だ。でもなんか見たことあるな。あっ、あの3人組だわ。やっぱり。うん、空を飛べて水の上を走れるなんてすっごい車だな。そんなことより早く逃げなきゃ。そうだね。じゃん、追いつかれちゃうわ。大丈夫。どうやらこちらに気がついたようですぜ。今頃気がついてももう逃げられやしないよ。エンジン全開！了解！最後の手段だ。ホーム分離。水中抑制エメロード2世発進。そんなバカな。
兄弟、もうやつらを20キロは引き離してよ。あの翼で船を持ち上げて水の抵抗を少なくするんだ。これがスピードの出る秘密さ。すごいわちゃん、大発明じゃない。まあね、このアイデアは僕と同じフランス人が考えたんだ。それをちょいっと改良しただけさ。これをあなたみたいな子供が作ったなんて信じられない。メカには僕ちょっと自信があるんだ。すごい、日曜大工の天才ね。そりゃないよ。ごめんなさい。あれ、どうしたの？この仕掛け、まだ連続運転には耐えられないんだ。それで、どうなっちゃったの？壊れちゃった。インチキな発明、感心して損しちゃった。ごめんね。それも発明品なの？うん、懐中電灯さ。自分でモーターを回して電気を作るんだ。ちょっと大変だけどね。ほんと大変そうね。ここがおばさん家だよ。ちょっと待っててね。なんだい、じゃんかい。ただいま、おばさん。ああ、おかえり。あんた一人かい？おじさんはまだパリに残ってるんだ。そうかい。大方また遊びほうけてるんだろうよ。まったくろくに仕事もしないんだから。で、おばさん、お願いがあるんですけど、しばらくの間女の子を一人おばさん家に泊めてもらえませんか？なんだって？なんだよ、あの子は。パリで知り合ったんです。で、実は悪いやつに追われてて。それで。じゃあちょっとおいで。ちょっと待ってて。何ですか？ジャン・ロック・ラルティーグ、あんた見ず知らずの娘を止めるつもりかい？黒人の子だよ。おまけに不細工な猫まで連れて何されるか分かったもんじゃないよ。ナディアはそんな子じゃないよ。いいや、お前はあの子に騙されてるんだよ。いいかい、じゃん、この際だから言っとくけどね、せっかく兄さんが残してくれたお金を全部あのガラクタの山に変えちまうつもりなのかい？そういうわけじゃないけど。まったくくだらない発明とやらに次から次に使っちまって。今度は大丈夫、自信あるんだ。冗談じゃないよ。あんな飛びもしない飛行機とやらを作るのに山を一つ売っちまうなんて正気の沙汰じゃないよ。その上、今度あの子の面倒まで見るつもりなのかい？もうお金だって残ってないんだよ。あんたにちゃんとした教育も受けさせなきゃいけないし、身も知らない、それも黒人の女の子と、あんな大きな猫の面倒見るなんて、まあ私はごめんだね。ごめんね、おばさん。また来るよ。じゃあ。ちょっと、じゃあ待ちなさい。じゃあ待ちなさいったら。ナディア、待って。どうしたのさ。ありがとう。でもいいの？ほっといて。そんな。ねえ、ちょっと待ってよ。どうしちゃったのさ。これ以上あなたに迷惑はかけられないわ。さようなら。迷惑だなんて、そんなことないよ。そうだ、それなら僕の家へ行こうよ。あなたの家？うん、少し遠いけど、僕一人だからさ、気兼ねはいらないよ。ん？もうすぐだよ。疲れた？うん、うん、でも、なんて長い一本道なのかしら。これがそのうち滑走路として役に立つのさ。滑走路？飛行機の走る道だよ。ふーん。
誰のお墓なの？エトワール・ドーラ星の一世から六世までの墓だよ。今まで惜しくも空に飛び立てなかった飛行機たちの鉄の墓標さ。そうなの。さあ、あのうちだよ。変わったお家ね。自慢の我が家さ。帰っちゃったのかな。一人で住んでるの？ああ、僕の父さん船乗りだからね。ほとんどうちにはいないんだ。でもその代わりにちょっとしたお金をおじさんたちに預けてくれてるんだ。船乗りはいつどんな目に遭うかわからないから、もしもの時大丈夫なようにってね。いいお父さんなのね。うん。おかげで僕はおじさんと一緒に好きな発明や研究ができるんだ。これがみんなそうなの？うん。中には失敗したやつもあるけど、でもいつかは世界中を飛び回れるようなでっかい飛行機を作るんだ。世界中を？うん。それで父さんを探しに行きたいんだ。お父さんを？ああ、僕の父さん1年前大西洋の航海で行方不明になっちゃったんだ。船と一緒にね。じゃあ、あの海の怪物に？ごめんなさい。別にいいよ。それにまだ船が沈んだっていう証拠は何もないし。そうよ、きっとどこかで生きてるわ。うん、父さんは世界一の船乗りなんだ。きっとどっかで生きてるさ。まあ、動く階段ね。私、万国博で見たわ。うん、残念だけどこいつは先に発明されちゃったんだけどね。そうだ、僕の大発明を見せてあげる。上の研究室にあるんだ。さ、乗ってよ。ええ。どうしたの？壊れちゃった。ごめん、二人乗りはどうも無理みたいだね。もうインチキな発明ね。感心して損しちゃった。すっごい。これをジャンが作ったの？うん、空を飛べる飛行機だよ。え、飛行機って空を飛ぶものじゃないの？まだ本当に空を飛んだ飛行機はないんだよ。あ、そっか、6つの十字架になっちゃったのね。まだ世界中のどこにもないんだよ。そうなの。ねえ、名前は？エトワールド・ラッセーヌ8世さ。あら、7世は？昨日、セーヌ川に沈んじゃった。ごめんなさい。いいよ、君を助けるためだもの。ありがとう。
あれは見つけたよ。お前たち今度こそ抜かるんじゃないよ。チェンジ、陸上モードスイッチオン。直立モード。どうしたの、ナディア。さっきからこんなところで。なんでもないわ。ナディア。何？君の体重どのくらいなの？え？君の体重さ。失礼ね、デディにそんなこと聞くなんて。え？あ、そうなの？もう、じゃあほど重くはないわよ。そうか、よかった、じゃあ大丈夫だね。約束通り、空へ連れてってあげる。え？一緒にアフリカに飛んでいこう。でも、ありがとう。今度は何？わからないわ。おーい、子供たち、もう逃がさないよ。おとなしくブルーウォーターをお渡し。さもないと痛い目に遭うよ。今度は本気だからね。隠れたって無駄だよ。もう諦めな。ハンソン、ちょいと脅かしておあげ。合点。アンソン、攻撃準備。合点。こんなもんか。じゃあどうするの？これで逃げるのさ。え？撃て！いいさ、どうせおじさんが帰ってきたら飛ばすつもりだったんだ。何してるんだ、あれ。あ、そんなところから逃げようったって無駄だよ。早いとこ降参しろ。ラッセーの発生。ねえ、二人乗りして本当に大丈夫なの？理論上はね。こら！そんなもんで何をしようってんだ！無駄なことはやめだと言ってるだろう！発進！揚力を作らないと飛行機は飛ばないんだ。でもこれさっきから一本道を走ってるだけよ。おかしいな、これだけ長さがあれば行けるはずなのに。ぶつかっちゃうわ。もう少しだ。ジタバタすんじゃないよ。ここにお隣。止まらないとど真ん中に命中させるよ。わあ、勝手とか。任せてください。ぶっ飛ばしてやりましょう。酸素、誰が撃てと言ったの？飛んだ。なんと。なんて子供たちだ。敵ながらあっぱれ。なんて言ってる場合じゃない。酸素、発送、急いで撃んだよ。すげえ。
当たり前さ。僕の理論は完璧なんだ。本当、発明の天才ね。さあ、このままアフリカまでまっしぐらだ。そうね。でも、できれば岸に沿って飛んだ方がいいと思うんだけど。そうだね。わかんない。でも、なんだか調子が悪いみたいなんだ。はぁ、どうしたの？壊れちゃった。またなの？なんとかならないの？さっきからやってるんだけど。もう、あなたの発明って本当にインチキね。感心して損しちゃった。ごめん、アフリカまでは行けなくなっちゃった。やっぱりダメなの？助かった。ねえ、これどれぐらい浮いていられるの？大丈夫、助けが来るまでは浮いてられるよ。防水は完璧なんだ。今度は水に濡れることもないよ。でも雨には濡れそうね。